はい、昨今のですねスペシャルティーコーヒー、このブームに乗じましてクリーンカップとか、コーヒーにですねその綺麗さを求める方って増えてるんじゃないかなと思います。そうしますとコーヒーのミルによる粒度のばらつきとか非常に気になる方、いらっしゃって、パウダーコントロールとか、そういったものを使ってる人、いるんじゃないかなと思うんですけれども、そんな中ですね素晴らしい商品を発見しましたので今日はですねそちらを紹介していきたいと思います。メーカーはクルーブ、カナダの企業でコーヒーに関するプロダクトを配出しています。のシフターマックスですね。シフターっていうのは直訳すると古いという意味です。でマックスって何かっていうともう全部入りってことですね。なんかいろいろあって、ベースとかグラインド、ビーンでマックスは全部入りです。全部入ってます。なので、今日はですねこちらを開封して実際に使っていきたいと思いますのでよろしくお願いします。それではスタートします。羊コーヒー I love。 はい、では早速なんですけれどももう開けていきたいと思います。もうですね到着からずっと開封したかったんですよ。ただもう毎回一回ぶつけ本番で撮りたいので我慢してました。あ、いいですねこちらが、スタンドだ。スタンドと、これが、生豆をですねビーンって書いてあるんで、でこちらがグラインド、もっと目の細かいものになりますかね。こんな感じで、でこれがスタンドって書いてあるのでここ立てるのと、これがシフター本体ですね。じゃまず本体から開けてみましょうか。いきます。オープン。お、かっこいい。思ったよりなんか写真で見てたイメージよりも薄いですね。で大きい、形はギターのピックみたいな形をしていて思ったより大きい、手のひらくらいある。ちょっとですね養生テープがですね結構強力な、もうちょっと柔らかいテープ使ってほしいですね。これここシャッてなっちゃったよ、ここシャッてなっちゃったよ。あ、でも落ちますね。大丈夫です。はい、というわけで綺麗になりました。で中身がこれとこれとこれ、もうここにはですね1100マイクロミリと500、マイクロミリと書いてあります。でこれが蓋と、あ、ここにもですね1400、800、300、もしかしてこれがベースなんですかね。ベースは300、500、800、1100、400がついてますよって書いてあるので、おそらくベースを買うとこれだけがついてくるんでしょうね。これはもうベースでついてくると。でそれの拡張版としてもっとたくさんこうメッシュが分離できるようなものがついてくると。もうこれだけでもなんか十分な気がしちゃいますね、正直。もう結構満足度ありますよ、この時点で。で説明書ですかね、ちょっと開けてみます。こうペリペリペリといけるのかと思ったら途中で脱線しました。あ、はい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 、出ますよ。じゃん。お、なんだこれ、ステッカー。クルーブさんですねやたらとステッカーつけてくれるんですよ。もうこれ子供いたら大変ですよ。ちっちゃい子がもう冷蔵庫とかに貼りまくっちゃってみたいな、すごいことなんです。もうすごいいっぱいステッカーつけてくれました。この他にもイコライザーグラスとか買ったんでそっちにもステッカーついてて、もうダーッと貼っちゃいます多分こういうところに。と、あ、これはメッシュの物差しですかね。これなんかかっこいいですね。使えるのかな。多分これ豆のスクリーンサイズとここにメッシュ物差しが入ってます。と、これはなんだ。あー、なるほど。その抽出方法とかによってどれくらいのメッシュ体がいいですよみたいな、こっちが細かくなっててこっちが粗くなってて、例えばドリップって書いてあるところだったらここ600から1200の間くらいに揃えてくださいとかっていう意味だと思います。でこれがマグネットになっている、冷蔵庫に貼っておけるみたいな感じですね。こうやったらなくさないですね。なんか全体的にこう冷蔵庫中心にブランディングをしてそうな感じですね、こういうステッカーとか。そこから侵食していこうと。はい、といった感じで
まあこうなってこうなってこうなって、はい、これが完成形です。こうなると、でここに、あ、外れて今1100がついてるんですけれども、ここを変えていくと、はいはい、これが外れると、そうすると、まあ1、2、3段階に分けれるみたいな感じですかね。で中のこれを変えていって3段階に分けていくと、いいですね。もうワクワクが止まらないですね。じゃあですね、ちょっと全部一回開封してみますね。はい、スタンド、まあ、このスタンドは別に豆用とかそういうわけではなくて、まあ、どちらも同じものですね。こっちがまずグラインド、お、養生テープだ。あ、ちょっと粘着ついてるよ。洗っていいのかな、水洗い OK とかなんかある、あ、書いてないですね。でもまあ多分ステンレスなんで水洗いとか中性洗剤で洗うのはさすがに大丈夫だと思うんですけど、でも書いてないですね。こっちが、瓶、いまだにその英語でビーンっていう時とビーンズっていう時で、なんか複数形以外の時もまあそう言ったりするじゃないですか。その違いがもう入ってこないんですよね。というわけで、はい、これが一番大きくて一番ちっちゃいのがこんな感じ。こんなちっちゃいのもあるかな。じゃあちょっとここにセットしていきます。はい、いや、おしゃれに撮ってる裏側でこんなに大変な作業が行われているとは思いませんでしたね。いや、これね、もうね、一個一個並べていくのが大変ですね。このままで保管するのかな。並べるのはいいけど、なんかホコリとかかぶりそうでしまいたい感じもありますよね。じゃあですね、まあ、今日は、まあ、特に測定とかっていうよりは、まあ、実際使ってみたいっていう感じなので、ドリップで入れてみましょうか。どうしようかな。ミディアム、ファイン、ミディアムの800、900、1000くらいが、ミディアムになっているので、まあ、試しに、まあ、この表をそのまま信じるとして800と1000で分離してミルク粉で引いて、まあ、いつもの、その目の感覚がどのあたりにいるのかなっていうのをちょっと確認してみて、その分離した豆でコーヒー入れてみたいと思います。でよろしくお願いします。はい、それではやってみたいと思います。こうなってるわけで、ここに、はい、まず一番上の層に線、え、取り付けむずえ、これ待って、これピッていくよね。入れるのむずいんですけど、多分これ入れるの簡単だったら簡単に抜けちゃうってことになるので、うん、大丈夫です。と800、え、800結構細くないか細かくない。一回線で選別されて800以下のものが落ちてくれるんだから、ここはこの間には完璧なものが残るはずだ。なんかね、前情報だと800っていうこの基準クソ味噌に言ってる人多いんですよねなんだろうね、自分やったことないんでちょっと分かんないですけど、なんかね、あの、細かすぎるんじゃないかみたいな話もあったりとかして、分かんないですけどね、それが自分未検証なんで。まあ、メーカーの人がそう言ってるんだから間違いないっていう、なんかちょっと勝手な思い込みでやってみたいと思います。これ持ってる方で綺麗な取り付け方分かる人ちょっと教えてください。いや、結構ね、つけるのむずい。はいはい、入りました。うん、でもね、入った後はかなり安定感あるんですよ。じゃあこんな感じで上からまあ、分離させて、多分この真ん中を使うというね、めちゃくちゃ贅沢なコーヒーになりそうですね。何グラムぐらい必要だろう。一応20グラムで、まあ、10グラム、12グラム欲しいかな。20グラムで8グラムぐらいロスっちゃうんじゃないかっていう予測でやってみます。で、引き目はいつも通りミルクの5番です。大丈夫かな。じゃあいきます。これ20グラムです。あ、待って、粗いこれ粗いな。もう粗いな。もしかしたらこれ、あの、まあ、ドリップのうちいつも、まあ、粗めなので1200とかでも良かったかもしれないですね。まあ、でもちょっと一回やってみましょう、どれくらいの感じなのか。ここがミディアムですよっていうところで、めちゃくちゃ気になりますね。ちょっと開けてみましょう。オープン。
うん、まあそうだよな、ちょっと荒いよな。あ、いらっしゃる。うわ、すごい、しっかりと分離されてます。で今ちょっと触れかけてみたんですけれども、これ何グラムか測ってみましょうか。ミルクこの5番で上が1000で1回分離されたものが下で800だから、900から800のものがここにあるんですよ多分。で 20g 使ったわけじゃないですか、が何 g になったのか。え、待って、 2.5g しかないこれは貴族の遊びだな、これはマジで。え、だってもうこれロスってことでしょ、もう下手したら。もうこことここは飲めないところって、でここだけを飲むみたいな文化でしょ。これやばいな、これマジか。ちょっともうちょっと細かく引いてみて、これで一回この間を 12g 集めます。一回そうしません、はい、もうちょっと細かく引いてみましょう。はい、じゃあですね、ここに、まあ、まだここにも落ちる分あるかもしれないので、入ったままさらにですね、なんと 30g、 これ使ってるのエメラルドマウンテンなんですよ。なのでめちゃくちゃコスパ悪い遊びをしてるなっていう感覚ですよね。でも思ったよりそのミルクコですごい揃ってるなと思ったんですけれども、やってみるとバラつくってことが分かりました。これあの他のメーカーのミルクコ以外のでもちょっとやってみたいですね、どれくらい分離できるか。でミルクコ3番なんで、まあ、細かい部分かなり増えたと思うので、今度こそ 12g 集まってほしいなと思います。 50g 使って 12g 集まらなかったらちょっとコスパ悪いですよねまあ上にいる分が多いっていうのもあるか。これ多分上にいる分だけ飲んで、ここの上だけも結構うまいと思うんですよね。普通にシンプルにあの1000以下のものが下に落ちてるので、で微粉とかは全部下に今いるわけじゃないですか。うわ、こんなにいるの。ちょっとそれぞれの階層のグラム測ってみますね。だこの真ん中ドンピシャにここに集まるものってそれは少なくなりますよね。ちょっと意外だな、ミルコってそんなパラつくの。見た目では本当にわからないですけどね。じゃあ測ってみたいと思います。はい、これですよね、ここお願いします。お9g しかないちょっと待って、本当に 9g しか集まらないですよ。ちょっともうちょっと、もうちょっと、もうちょっと出るはず。でもこう上にある部分が結構多いので、ミルク3番でも粗いのかな、この標準でいくと。でもそしたらこれ結構細かすぎない？いや、まだ落ちるけど、でもあと 3g 稼ぐのは厳しいですね。まあ、じゃあ 10g、 10g 頑張って集めて 10g で入れてみましょう。 10g でまあ 150cc くらいだったら、まあ、それなりのコーヒーになると思うので。あ、いったな、これはいったな。うん、今 10.7、 もうちょっとなんかもうちょっといけそうな気がする、もうちょっといけそうな気がする。まだまだ絞れるんじゃねえかっていうね。 11g、 11g 欲しいですね。 11g あったら本当普通に入れれるんで。でもこれ 50g 使って 11g って 20% ぐらいしか残ってないですからね。あ、これはいったでしょう。 11.3g OK です、いきましょう。でそれぞれの階層の重さを測ってみたいと思います。これ真ん中の階層が 11.3、一番下がこれも微粉ですね、800以下のもの。もうこれはめちゃくちゃ細かいですね。あ、ここも 11.1 だからほぼ同じ量あります。ということは、まあ、1000以上のものが結構多かったっていう結果ですよね。最初から引き目をもっと細かくしてれば、まあ、こんなぶどまり悪いような遊びにはならなかった。そうですね、ここが 30g あります。 30.3g というわけで、一番上の層に30、まあ、約30、10ぐらいですか、約、はい、くらいの結果になりました。じゃあこの真ん中だけを飲みます。こちらは後で美味しくいただきます。めちゃくちゃ贅沢ですよね。ここの 11g これだけ使います。はい、じゃあ入れていきましょう。今日はあのイコライザーグラス使っていきます。フィルターはアバカですね。もう器具は温めてあります。でこれが
もうど真ん中のみというですね、 80% の豆を無駄にした選ばれし豆でございます。すごい綺麗、もうね、ちょっと綺麗すぎて、何ですかね、この粒々が集合しててちょっと気持ち悪いみたいな感覚までいくんですよ。なんかわかりますかね、こうちょっとゾワッとしちゃうぐらい揃ってる。いきます。はい、うん、これどうなんですかね、究極のコーヒーになり得るんですかね。じゃあですね、ゆっくり注いでいきます。まあ粒がばらついてる、そのチャネリングの可能性があったりとか、まあ、そのあたりでメリットが出てくるといいのかなと思います。真ん中に行きますね。あ、綺麗じゃないですか、非常に。やっぱこう注いでいく時のポイントって、膨らますではなくて膨らむを意識することがいいんですよね。膨らませてしまうと、やはりこう無理な力が働くので、チャネリングがどうしても起こるんですよね。いつものオペレーションよりもちょっとゆっくり入れてます。もうなんかね、心の中でね、やっぱぶどまりが 20% ぐらいなわけじゃないですか。なのでそれをですね、加味して、ね、丁寧に入れたくなりますね。ちょっとずつじゃあペース上げていきます。わー、美しいですね。泡の感じもすごくいいし、はいはいはい、一応 11g で 150cc 落としていこうと思います。うん、美しいですよ、非常に。なんかね、香りも、もう多分心理的な問題がすごく働いてると思うんですけど、なんかいい気がする。いい気がします、香り。全然今のコメントは科学的じゃないですけどね。はい、といったところで、この辺りで150になるので切っていきます。ちょっと切るのもったいないんで、ちょっと落としますね。はい、多分このままかな。はい、できました。では飲んでみたいと思います。うん、もうね、色はね、とにかく綺麗ですよね、澄んでる。なるほど、もうね、なんて言うんですかね、朝起きて心地よい風が、まあ、春ぐらいかな、心地よい風が入ってきて、カーテンがゆらゆらっとこう揺れて、こう日の光でこうパパパパパパッとこうなってるみたいな、そんな、まあ、朝弱いんですけどね、そんな風景が浮かぶような、本当にですね、優しくて綺麗なコーヒーですね。なるほど、これはすごい、これ本当にすごい。さすがぶどまりがですね 20% のコーヒーだけはあって、めちゃくちゃいいですね。ただ、まあ、800、まあ、別に良かったんです。なんかレビューで800はねえだろうみたいな言われてた割には、まあ、そんなに悪くないかなって私は思いました。だけどちょっとぶどまりがさすがに悪すぎるので、まあ、上を1000から今800で切ってるってことは、まあ、800-900 くらいの粒で揃えたわけじゃないですか。もうちょっとこう幅取ってもいいかなと思いました。で、引き目も、まあ、もうちょっとコントロールして、まあ、どのあたりの引き目で、まあ、どういうメッシュで飲んだら美味しいのかっていうのは今後の実験できると思うので、ぜひやっていこうかなと思います。で、この商品すごく、まあ、高価な商品で、なかなか個人で買うとかっていうと、まあ、取り寄せとか難しいと思うので、もしですね、測ってほしい、メッシュ測ってほしい器具とか、ミルとか、まあ、うちでですね、たまたまそのミルを持っててとか、手に入れる機会があってお借りできてっていう場合に限ってしまうんですけれども、ぜひですね、やってみてほしいとかあればコメントいただければなと思います。じゃあ今日はこんなところで、次回以降ですね、実験楽しみにしていてください。では失礼いたします。
落ちてくるのは幸せだと信じよう。どんな悲しみもミックスして輝く。